はい、プレボールドーマー巨人です。3月5日巨人西武2軍教育リーグレポートということでございまして、今日ね、巨人と西武の教育リーグがございました。西武がね、3日にロッテとですねありましたので、これが2戦目となるんですけど、巨人はね、この教育リーグが初めてというところで、まあまあ注目の選手っていうのもたくさん出てくるんですけど、それではですね、両チームオーダーからチェックしていきましょう。はい、では3月5日教育リーグですね。巨人はですね、1番ショート広岡、2番指名打者梶谷、3番レフトウォーカー、4番セカンド若林、5番ライト石川、6番サード北村、7番ファースト勝木、8番キャッチャー北、9番センター萩尾、先発ピッチャーが山崎伊織というオーダーでございます。はい、巨人はですね、なんといっても、梶谷選手、怪我でね、育成には落ちていたんですけど、いよいよ今日が実戦復帰というところになりました。まあ昨年は1試合も出れなかったっていうところでですね、まあ悔しい思いをしたとは思うんですけど、まあまあいよいよ再始動というところでございます。まあ、あとは山崎伊織選手がね、下に落ちていたんですけど、ようやく今日初実戦というところでございますので、まあそこも注目かなと。で、一方セーブはですね、1番レフト金子、2番ファースト平沼、3番センター高木、4番サード佐藤、5番キャッチャー中熊、6番ライト愛斗、7番指名打者中見川、8番ショート山村、9番セカンド滝沢、先発ピッチャーがヘレラというオーダーでございます。で、系統チェックしていきましょう。巨人はですね、山崎伊織から直江桑原、高木、田中千春、三上、松井、田中豊樹というね系統でございました。西武はですね、ヘレラから阿波津、斉藤、佐々木、三浦、井出という系統でございました。で、スコアチェックしていくとですね、西武が計2点、巨人がですね、1、2、3回に点をですね、それぞれ取って、計7点というところでございます。というわけで、今日のですね、教育リーグは巨人の勝利というところでございました。それではね、まず先行の西武から打撃成績チェックしていきましょう。はい、西武の1番はですね、金子選手ですね。3打数1安打というところでございます。まあこの人もね、ベテランというところでございますが、まあ昨年はね、かなり試合数っていうところも怪我もありましたので、減っておりました。まあ今季は交際期をかけるシーズンというところでございます。まあその中でね、2軍ではあるんですけど、しっかりヒットが出たと。で、野村選手が途中からサードに入って1の0、1、3、4。平沼選手が3打数の1安打ですね。で、これ沢選手がキャッチャーで出場で1の0。で、高木選手が今日3番に入ってですね、4打数の1安打、1ホーマーということで、しっかりね、第1打席でホームランを放つことができました。守備でもですね、好プレーっていうのがありましたので、しっかりね、今日躍動していたんではないでしょうか。で、日本ハムからね、トレードで出戻りしてきた佐藤選手が今日4番で、3打数の1安打ということで、4回にスリーベースヒットを放っておりました。で、モンテル選手が途中出場で1の0、1三振。中熊選手が3打数1安打、1打点ですね。キャッチャーから途中でファーストに移っておりました。まあ西武のね、キャッチャー事情っていうところもなかなかこう厳しいところではあるので、まあ誰がね、こう正捕手の座を射止めるかっていうところではあるんですけど、まあ今のね、キャッチャー陣にはすごく一軍に出るチャンスっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ頑張ってほしいですよね。で、代打でジョセフ選手ですね、1打数ノーヒット1三振で、愛斗選手が今日出場3打数のノーヒットということでございました。で、野田選手ですね。まあ彼もキャッチャーですが、1打数のノーヒット1三振ということでございます。で、中見川選手がですね、今日は指名打者からレフトに入って、3打数の1安打、ヒット1本放っております。で、山村選手がですね、今日はショートからセカンドに、3打数1安打1三振。で、滝沢選手が2打数のノーヒット。中山選手がですね、1打数のノーヒットというところでございました。はい、というわけで西武はですね、計7安打を放っておりましたが、まあ、なかなか好転が入らずというところでございました。まあ、ヒットこそね、7本出てはいたんですけど、実はフォアボールっていうのが0だったんですよね。まあまあ、なので必然的にランナーっていうのもたまらないよねというところで、あまり好転が取れなかったのかなっていうふうに思います。一方巨人ですね、チェックしていきましょう。で、一方ですね、巨人チェックしていきます。広岡選手が今日はショートで4打数の2安打、1打点、1三振、1四球、1ホーマーということで、しっかりね、結果を残しております。まあまあ2軍では素晴らしいものっていうのを見せてくれておりますので、あとはこう1軍でどれだけできるかっていうところではあるんですけど、まあまあ好調で何よりですね。まあそろそろこう入れ替えもあってもおかしくないんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。で、注目の梶谷選手、この日2打数1安打ということで、復帰の第1打席にしっかりとヒットを放つことができました。まあさすがですね。まあやはりこう育成に落ちてですね、試合が目立つ立場ではあるんですけど、ピッチャーのね、候補っていうところは、まあ何人か浮かぶんですけど、野手の候補っていうとなかなかいないので、そうなればね、やっぱまあ梶谷選手が筆頭候補になってくるんじゃないかなという中で、まあ本来は育成の選手ではありませんし、まあまあ怪我さえ治ればですね、まあ当然戦力にはなってきますので、まあ本当楽しみですよね。
で、途中から浅野選手に代わりまして2打数の2安打ということでマルチヒットを放ちました。まあ、4回の内安打っていうのはちょっとラッキーだったんですけど、まあ、7回はしっかり捉えていたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、浅野選手もね、こうなんやかんや苦しんではいたんですけど、まあ、バットには当たっているのでしっかりこうヒットが定期的に出ているのかなっていう感じはしますよね。まあ、もっとね、こう捉える確率っていうのを上げていって、まあ、長打っていうところが出てくれば面白いんですけど、まあ、今日ねマルチヒットで良かったんではないでしょうか。で、ウォーカーが3打数の1安打2打点2三振ですね。ツーベースが1本出ております。で、鈴木選手が1の0ですね。ちょっと送りバント失敗してしまったのが痛かったのかなと。で、若林選手が2打数ノーヒット1四球。秋広選手が1の0ですね。で、石川選手が3打数の1安打2打点1三振ということで、1回にタイムリーツーベースを放っております。まあ、この人もね、打撃はさすがかなと。で、増田大輝選手が1の0、1三振。で、北村選手が4打数の2安打ということで、まあ、この人も状態は悪くないですね、ずっと。まあ、広岡選手と共にね、1軍に上がってもおかしくはない立場かなっていうふうには思うんですけど、まあまあその時を待つという感じではないでしょうか。で、勝木選手が今日はファーストで入って3打数1安打2打点ということでございまして、しっかりホームランを放っております。まあ、去年ね、ちょっと勝木選手2軍でも結果残しておりませんでした。まあ、正直ね、まあ、巨人の切り方だとですね、まあ、リリースか、育成押しとかでもおかしくはなかったんですけど、しっかりとこう、試合下に残してもらったというところで、かなり期待もね、されてるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、そういう中では今日ホームラン打ててよかったですし、まあ、1軍だと左バッターっていうのが実は少ないんですよね。まあ、そういうところでね、しっかり生き残る道っていうのはあるのかなっていうふうに思いますので、まあ、この調子アピールしてほしいなと。で、菊田選手が途中出場で1の0。で、北選手が3打数ノーヒットで、前田選手が守備に途中から入りました。で、萩尾選手、ドラフト2位ルーキーの選手ですが、今日はセンターからレフトに3打数ノーヒット、1三振、1盗塁というところでございました。はい。まあ、萩尾選手もなかなか苦しんでいるかなっていうふうに思います。この間ね、ヒットは出たんですけど、今日はヒットなしと、盗塁は1つ決めているんですけど、なかなかね、こう、殻を破れないでいるのかなっていうふうには思うんで、まあ、こう、徐々にですね、対応できるぞっていうところを見せてほしいなというふうに思いますが、はい。というわけで、以上ですね、巨人打線でございました。計10安打出て、まあ、1、2、3回ですね。まあ、序盤でね、一気にこう、畳みかけたというところでございました。まあ、ただ4回以降はですね、点を取れなかったというところで、まあ、継投したピッチャーからもね、点を取りたかったところかなっていうふうには思うんですけど。はい。で、続いてピッチャーですね、チェックしていきましょう。はい。では、ピッチャー陣ですね、見ていきましょう。巨人は山崎伊織選手が先発2イニングで、被安打1奪三振、1、失点1、得点1という結果でございました。はい。状態がね、こう、なかなか上がらずですね、2軍で調整した山崎選手。今日初登板っていうところでございました。高木選手にホームランは打たれたんですけど、まあまあそれ以外は上々だったんではないでしょうか。まあまずはね、ようやくまあ、第一歩っていうところでしっかりと投げれておりましたので、まあしっかりね、こう、イニング重ねていって、まあオープン戦登板で、開幕ローテっていうところを狙ってほしいなっていうふうに思います。まあ期待もね、もちろんかかってくる選手かなっていうふうには思いますので、まあこのくらいはね、やれて当たり前かなというところでございますか。で、直江選手が1イニングで打者4人、被安打2、奪三振0、自責点0という結果でございました。はい、まあ彼も先発ローテ争いで狙っているんですが、今日はね、2安打打たれてしまいました。まあまあ、ただね、併殺もあって、自責点0というところで、しっかり0点には抑えておりましたが、で、桑原選手が1イニングで打者4人、被安打2、奪三振0。点1、自責点1というところでございました。まあこの人もリリーフとして頑張ってほしい立場であるんですけど、まあ今日失点というところでございました。で、高木選手が1イニングで打者3人、被安打0、奪三振1、自責点0ということで、まあ、安定したピッチングを見せておりました。で、ルーキーの田中千春選手ですね。今日は1イニング投げて打者4人、被安打1、奪三振0、失点0ということでございました。はい、しっかり投げれていたんではないでしょうか、ドラフト3位で。まあ、即戦力というよりは素材型の選手ではあるんですけど、まあまあ順調に来ているのかなと。で、育成の三上選手は1イニングで打者5人、被安打1、自責点0ということでございました。まあ、被安打と、あとはエラーでランナー背負ってしまったんですけど、しっかりと抑えてくれました。で、育成ルーキーの松井選手1イニング、打者3人、被安打0、奪三振、1、自責点0ということで、まあ、今日は危なげないピッチングというところで、しっかり抑えてくれました。で、田中豊樹選手が1イニングで打者3人、被安打0、奪三振3、自責点0ということで、まあ、3者連続、空振り三振というところで、しっかりと抑えたというところでございます。まあ、松井選手、田中豊樹選手あたりは、そろそろ、こう、オープン戦に呼ばれてもおかしくないんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあ、教育リーグではあるんですが、まあ、かなりいいアピールができている2人なのかなっていうふうに思いますが。で、西武のですね、先発はヘレラ、3イニング、打者18人、被安打7、奪三振3、フォアボール2つ、失点7、自責点6というところでございました。はい。まあ、ヘレラ選手ですね、昨年ね、こう、ファームでしっかりと活躍していた、育成助っ人選手。
まあまあ状態が良ければね、今年早期試合化もあるんじゃないかっていうところではあったんですけど、まあちょっと今日は良くなかったというところでございました。まあなかなかここまでね抑えられなかったっていうところも珍しいのかなっていうふうに思うんですけど、まあちょっとね苦しいピッチングでございました。で彼の場合はですね WBC コロンビア代表にも選出されておりますので、もうねチームを離れるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ今日は良くなかったんですけど、 WBC でどういうピッチング見せてくれるかっていうのは楽しみかなっていうふうに思います。で続いてアース選手に継投、1イニングで打者3人、被安打1、奪三振2、得点0というところでございました。はい、ヒット1本打たれたんですけど、三振ゲッツーで最後切り抜けたというところでございまして、まあまあ見事ね3人で抑えたと。で斉藤選手が登板で1イニング打者3人、被安打0、奪三振0、得点0というところで、まあしっかりね試合が昇格に向けてアピールというところでございました。で、佐々木選手1イニング打者3人、被安打0、得点0というところで、まあ去年ねこう台頭してきたリリーバーでございます。まあ今日はね西武の中で唯一試合下の選手が投げたというところもあってですね、まあ抑えて当然かなっていうところではございますが、で三浦選手が1イニング投げて打者4人、被安打2、奪三振0、得点0で、最後出井選手がですね1イニングで打者3人、被安打1、得点0というところで、まあ無失点で抑えたというところでございました。まあまあ西武はねこうヘレラが点を取られてしまったっていうところはあったんですけど、まあそれ以外はしっかりと0点できていたというところでございましたが、はい、というわけで以上投手陣でございました。最後で点の反応見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。浅野くんに、田中千春に、門脇に、馬様に、松井に、去年のドラフトをポジすぎる、萩尾ちょっと心配だけどということですね。はい、そうですね。まあまあ今日に関してはですね、いろいろこう見ていくと、やっぱまあ浅野選手がしっかりとマルチしてたっていうところは大きかったのかなっていうふうに思いますし、まああとは田中千春選手もしっかり投げれておりましたし、育成のドラ1ルーキー、松井選手も相変わらずね、状態いいというところでございまして、まあまあ要所要所でね、やっぱまあドラフトで取った選手っていうところがいい活躍を今年は見せてくれているのかなっていうふうに思います。で、唯一ね、その中で気がかりなのが、やはり萩尾選手かなっていうところではありますよね。なかなかこう打てていないなっていうところもありますし、いろいろ悩んでる部分っていうのもあるのかなっていうふうには思うんですけど、まあこの辺はね、まあ徐々にやっていくしかないのかなというか、まあ鼻から即戦力っていう扱いではですね、萩尾選手に関してはなかったんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあまずはね、こうファームの方でしっかりと、まあみっちりやってほしいかなっていうふうには思いますし、まあ数年後にはね、今年ドラフトで取った選手っていうところが主力になっているようなね、まあ活躍っていうのに期待したいところでございますが。で、こちら見ていきましょう。高木渡は、2軍でやることないんだから早く1軍で活躍してくれということですね。はい、そうですね。まあまあ高木選手、今日ホームラン打っておりました。まあ守備でいいプレーもありましたし、まあやっぱ光るものはあるのかなというか、まあファームではね、ずっと結果残している選手で、まああとは1軍で結果残すだけっていうところはね、あるのかなっていうふうに思います。まあ西武もこう外野ね、広間選手を補強して、まあ、ペイトンも獲得してっていうところではあるんですけど、まあ、それでもね、なかなかこう、今めちゃくちゃアピール見せてくれてる選手がいるわけではないので、まあ、当然彼しかりですね、外野陣っていうところは、割って入ってくるチャンスはまだまだあるんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあ、外野手自体の人数はかなり多くて、ライバルもね、増えてはいるんですけど、まあ、能力は高い選手でございますし、まあ、今年こそね、活躍に期待かなというところでございますが、はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。